転生の技のですね、基本的な分解をいたします。例えば、はじめにその上段の掛け受け、A がいたその掛け受け、それを分解いたします。で上段ゆっくりした。で相手が力出る前に引っ掛けて、流しような鞭でこう引き寄せていくと。で次にですね、この打ち掛け受け。左上段。飛んでる前に引っ掛けて、打ちへ流していくという。今度は、こう、拝手受けですね。これ拝手。今度は手首使う。反対の方で。この拝手というのは、こう、手首の返しで落とします。こう、拝手、左。手首の返しで外していきます。これは拝手の受けですね。今度は後受けですね。後受け。はい。上段後受け。突く前に流していくわけです。で、今度は中段の方。もう一回ゆっくり。はい。力出る前に流していきます。はい、右の方。はい。で、今度は早く。もう一回早く。はい。で、これ、こう、受けの、棒、受けですね。で、次は、もろ手の方。もろ手、小手落としがあります。これもゆっくり左から、右からですね。あえて力出る前落として、はい、右来たらまた落とすと。即抜き手になる。さらに、脊椎は必ず相手の足を踏みつけ、動き取れないようにします。今度はトラ打ちですね。トラ打ち。この腕も肩から離さず、で腕手と脊椎したら、むちにくっつくように、ひっつくように粘りよくこう、肩から離さないで出していきます。で左中段。これ出る前に引っ掛けて、上段。脊椎して力出る前に引っ掛けて、回して、即こう抜き手に入ります。それから下段の攻撃。から防御と攻撃兼ねています。